You leave me notes before you leave, and thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths will lead? お父さんお母さんへいつも言えない感謝の言葉をここで言いたいと思います。両親です。自分がなろうって言った時も、もう全然反対もせずに応援してくれたので、養成所に受かっても資金を出してくれたりとかしてくださったので、相談はなかったですね。もうずっと応援してくれてたので、父親とかはもう選手になるために走り込みとかも一緒に手伝ってくれて、父親はずっと慣れ慣れ言ってて、お母さんも何も言わなかったんで。はい、最高な。じゃあ結果で終わったんです。もうフィーバーですね。なんかこんな自分で大和チャンプなれるんだと思って、自分でもびっくりやったんですもん。数すごいねってずっと褒められました。好きな食べ物はオムライスです。お母さんがよく作ってくれて、オムライスを、それでめっちゃ好きになりましたね。ふわふわとろとろとかよりもちゃんと焼いたオムライスが好きで、チキンライスもなんかケチャップめっちゃついてる方が好きなんで、お母さんの味っていうか、おめでとうとかで出てくるわけじゃなくて、普段家帰って、あ、今日オムライスやみたいな。ありがとうございます。いただきます。食レポやってみます。すごいことになるかもしれないですけど大丈夫ですか？うん、うん、卵がトロッとして、白米も美味しいです。どうですか、お味的に？はい、めちゃくちゃ美味しいです。デビューする前、デビューして食べてないと思います、ね、もう6、7年でも、もう自分で作れるってちょっとありますね。得意料理は？でもオムライスです。逆にオムライスしか作れないです。調べて最初作ったんですけど、それがシンプルなお袋の味で、ソースに食べたいな。オムハヤシもうまいですね。はい、おとなしいと思います。おとなしくて、あんまり感情を表に出さないけど、まあ、レースとかでは負けたくない、負けず嫌いなところはありますね。高校の進学を工業の機械化にしようって思ってたんですけど、まあ、エンジンはもうなってからでいいなと思ったんで、商業にしました。はい、 いや、高校の時はオートレーサーになりたいから就職しませんって言ったんですけど、本当に大丈夫って言われて、それでも大丈夫ですって言ったんで、そこは心配されたんですけど、まあ、最後は頑張れって応援してくれださったんで、はい、年が2個上の牧山敦也さんと、あと年4つ上の山崎哲平さん、自分が高1の時に牧山さん高3だったんですけど、その時はもう全く知らなくて、で卒業されてから牧山さんが高校に来られて、先生に選手に受かったっていうのは言った時に、その先生が僕がボートレーサーになりたいって知ってたんで、一回会わせてくれて、どうやったら試験に受かるのかを聞いて、
で厚谷さんがめちゃくちゃ教えてくれて、でもやる気と努力って部活動は卓球部です。小学生の時に公民館で卓球のおっちゃんっていう方がおられて、その卓球のおっちゃんにずっと卓球を教えられてて、で卓球部入れって言われたので卓球部になりました。自分はもう速攻スタイルです。普通の戦い方で、はい、伝えてました。周りの反応はボートレースを知らない人もいたんですけど、まあ、知ってる人はもう応援してくれました。どうでした？ボート近づいてきましたよ。いや懐かしい、めちゃくちゃ懐かしいこの坂道が嫌やったっすよね。自転車で登っちゃいけないっていう規則があって、車通ったらお辞儀しないといけないんですよ。振り返って朝とか通学中先生も車で来るから何台も来るんですよ。そこを何回も振り返ってお辞儀して登るのにも時間がかかるんですよ。懐かしいっす。何年ぶりですか？7年ぶり？久しぶり。いや、佐々木さんってしか聞いてなかったから。ああ、そうね、そうね、全然。先生になった。そうそうそう。そうね。本当に高校卒業以来じゃない、うん、顔を合わせてるみたいな。いや、マジ？よね。急に、なんかグループラインにポーンって、なんかボートレーサーになりましたみたいな。もう、すげえと思って、その時に。そうそう。もうずっと、ちゃんとみんな応援してるけど。なんか、ヨシキとかも。あ、そうそう。めっちゃ、そうそう、末永くん。めっちゃ DM 来るもん。あ、インスタ、うん、マジで。そうや、あいつね。末永くんデビューしてからも、唐津とか来た時とかも毎回行きよったし。そうそう。なんか、いつも夜、末永くんマジでやばいよって言ってたそうそう、よく会った時とか言ってる。どんな子でした？いや、でも、自分のイメージからしたらすごい真面目で、卓球だったんですけど、めっちゃ卓球強くて、まあ、体育の授業とかでこう。卓球したりした時とかに、まあ、スマッシュというかドライブみたいなのバコーンって打たれても自分とか相手してあーっていつもこうなってるような感じで、でもおとなしいって言ったらちょっと言い方悪いかもしれないですけど静かで、っていう自分の印象はですね、もうそれは高校の時から言われてたので、はい、いやいやもうめっちゃ嬉しかったです。もうグループラインでこうボートレーサーになりましたって来た時にえみたいな、ちゃんと高校の時こう言ってたことを実現してるのってわすごいっていうのと、絶対応援しようって思って、はい、いや見ます見ます、はい、もう久々すぎてなんか距離感を忘れちゃってどんな感じだったっけ高校の時と思ってですね。こんな机ってちっちゃかったんですね。この匂いがすごい懐かしいです。席、覚えてないです。月一回席替えみたいにしてたんで、最後どこに座ってたか覚えてないです。卓球の顧問の先生が理科の先生で、理科室みたいなところで勉強してたのは覚えてます。なんかテスト期間中に。先生が見ながらちゃんと勉強してるかを、テスト期間中でなんか部活できなくてなら勉強しろっていう感じで、はい、厳しかったです。ちょっとでも何かが違ってたら天才になってなかったかもしれないんで、全部のことがうまくいって天才になれたんで
牧山さんに会ってなかったら慣れてなかったかもしれないし、商業じゃなかったら厳しいのに垂れてなかったかもしれないし、親がしてなかったらオートレースを知らなかったんで、まあ、全部が良くて慣れたなと思います。直接は伝えてないと思います。改めて、はい、感謝の気持ちはご両親に伝えたいですか？はい、お父さんお母さんへいつも言えない感謝の言葉をここで言いたいと思います。お父さんお母さん、僕をボートレーサーにするために応援してくださってありがとうございます。お父さんはボートレース場に連れて行ってくれて、ボートレースの面白さを教えてもらい、お母さんは僕が今までずっと健康でいられるように育ててくれて感謝してます。僕が小さい頃からなりたいと言って、お父さんは試験に受かるために厳しく言ってくれて、お母さんも僕が就職せずにアルバイトだけで試験に受けるのを何も言わずに応援してくれて本当にありがとうございました。これからも恩返しのつもりで努力を忘れず成長していくので、その姿をずっと見ていてください。